石巻市狐崎岬です。海にクジラが浮いています。今日午前6時過ぎ、石巻市の狐崎漁港から沖合2キロで白い巨大な物体が海面に浮いているのを遊漁船の船長が見つけました。近づいたところ、クジラが定置網のロープに引っかかっていたということです。県によりますと、クジラは体長6メートルのミンククジラで、すでに死んでいるということです。